ご存知の方もいるかと思いますが、メカニック TV を運営しているレソリューションは、整備士業界に専門特化した人材会社です。今回は実際にレソリューションがお仕事探しをお手伝いした整備士さんの実例をご紹介します。レソリューションプレゼンツ仕事の現場。今回お邪魔したのは山口県小野田市の国道190号線沿いにある山口大発販売小野田店。新車、中古車、試乗車を豊富に用意しているほか、キッズコーナーを備えるショールームにはウイルスバスターも設置されており、安心して来店できる環境が整えられています。山口大発販売小野田店で働いている女性メカニック久崎さんです。仕事の内容は車の点検だったり、その整備と車検とかですね。今は無資格で実務経験を積んで、で働きながらそのうち整備士の資格を取れたらなと思ってます。きっかけは自分をそのスポーツカーに乗りたいと思って、で自分の車を整備できたらかっこいいなと思って整備士になりたいなと思いました。きっかけは友達や家族が車が好きで、周りもスポーツカーとか乗ってる知り合いが多くて、自分も車が好きになりました。一番最初に見てかっこいいなって思って好きになったのは日産のGTR ですね。自身も車が好きなことから整備士を志し、無資格でも実務経験を積んでいるところだという久崎さん。仕事を探す際になぜレソリューションを選んだのか聞いてみました。とりあえず働きながら、無資格で資格が取れるなんかそういうのを探してたら、派遣会社さんが出てきて、すごい自分的にも条件がすごい良かったんで、上がったっていうか、残業はないんですよ今全く。で前のところは毎日に3時間残業で、今のここ派遣会社さんと同じくらいです。なんか資格を取るために働けてるし、仕事も楽しいんで、すごい自分的には給料はいいんじゃないかなと思います。レソリューションを通じて職場を移ることで、待遇などについても満足のいく変化が得られたようです。さらに現在の環境、今後についても聞いてみました。でもなんかなんて言えばいいんですかね、なんかベテランですね。もう自分がミスしたこととかも結構あったんですけど、入ってもうパパッと直したりとか、なんかちゃっとやってくれたりとか、すごい作業自体がすごい早くてでね、なんでかっこいいです。だいぶ自分一人でもできることも増えてきて、重さとかだいぶ慣れてきて、タイヤとかも余裕で持てるようになりました。今後の夢はすっごいでっかいんですけど、資格を取って、で、もう独り立ちして、で自分の、車屋さんの社長になりたいですレソリューションでは性別や資格の有無を問わず、
全国各地の自動車整備士、メカニックの求人、転職情報を扱っています。専属のコーディネーターが入社前からお仕事開始後も皆様にとって一番いい選択を選んでいただけるようサポートします。気になる方はぜひ概要欄の URL からお問い合わせください。